平野翔&ガン雄太が異文化体験。ペルー&アルゼンチンの朝ごはんに大興奮。衝撃の美味しさ。平野翔&ガン雄太、料理に大苦戦。レイレイの味がレイレイすぎて笑う。異文化体験の面白すぎる瞬間。平野翔とガン雄太が参加した今回のバラエティ番組は、いつも以上に観客の心をつかんだに違いありません。彼らは日本に住む外国人ファミリーの家を訪問し、その家族と一緒にペルーやアルゼンチンの朝ごはんを体験し、異文化に触れるという興味深い企画に挑戦しました。このような異文化体験は、彼ら自身だけでなく、視聴者にも新しい視点を提供する貴重な機会でした。朝食という一見何気ない日常の一部であっても、その中には各国の文化や伝統が色濃く反映されています。普段は日本の生活に慣れている2人も、ペルーやアルゼンチンの家庭料理に触れることで新たな発見をし、異国文化の魅力に感動していました。ペルー出身の母親とアルゼンチン出身の父親、そして3人の子供と祖母が一緒に暮らす6人家族にお邪魔した平野と岸。彼らが最初に出会ったのは、ペルー料理のパン、コン、チチャロンという非常に有名なパン料理です。日本では馴染みのないこの料理は、揚げた豚肉を挟んだパンで、ペルーでは国民的な朝食メニューの一つです。この料理は、世界一の朝ごはんとしても名高く、パンの香ばしさとジューシーな豚肉が絶妙なハーモニーを奏でる一品です。平野と岸は、その芳醇な味わいに驚きと興奮を隠せませんでした。特に、平野は4歳の女の子のお世話をしながらも、笑顔を絶やさず、家族と一体となってペルーの家庭文化に触れていました。一方で、岸は料理に挑戦することとなりましたが、ここで少し苦戦することに。異国の材料や調理法に戸惑いを感じる場面もありましたが、それこそがこの体験の醍醐味でもあります。異文化の料理を学ぶ際には、単に味だけでなく、その背後にある文化的背景や歴史にも触れることが重要です。岸が直面した困難も、まさにそのプロセスの一部であり、視聴者は彼が試行錯誤しながら成長していく様子を応援しつつ見守りました。その後、アルゼンチンの代表的な朝食料理である、ロクロ、で、チョクロを作るために、中南米の輸入食材を取り扱うスーパーに向かった2人。普段、日本のスーパーでは見かけることのない珍しい食材に驚きながらも、彼らは興味津々に次々と商品を手に取り、食材の選別を行いました。ロクロ、で、チョクロは、トウモロコシをベースにしたシチューのような料理で、アルゼンチンの農村部でよく食べられる伝統的なメニューです。日本で普段食べることの少ないこの料理を実際に作り、味わうことで、2人はアルゼンチンの文化や家庭生活の一端を体感しました。特に興味深いシーンは、平野がペルーの国民的炭酸飲料を試飲する瞬間でした。日本では一般的ではないその飲み物を一口飲んだ瞬間、彼の声に見えた変化だ。突然の出来事に驚く騎士やカメラクルー、そして視聴者もその展開に目が離せませんでした。こんなユーモアあふれるエピソードが、平野と騎士が持つ自然体の魅力をさらに引き立て、異文化交流というテーマの中にも笑いと和やかさをもたらしました。このような異文化体験を通じて、私たちは日常生活における食文化の重要性に改めて気づかされます。日本ではご飯や味噌汁が典型的な朝食かもしれませんが、他の国では全く異なるメニューが存在し、それぞれが歴史や地理的背景に根ざしています。ペルーのパン、コン、チチャロンは、インカ帝国時代から続く食材の伝統を持ち、豚肉の保存方法として揚げる技術が発展しました。一方、アルゼンチンのロクロ、で、チョクロは、豊かなトウモロコシの収穫を祝う農村文化に根ざしており、季節ごとの収穫祭の際に特によく食べられます。このように、料理そのものがその国の文化や風土と深く結びついているのです。しかし、平野と騎士が学んだのは単に料理の作り方だけではありません。彼らは異文化に触れることで、互いの違いを尊重し、理解を深める大切さを感じたのです。日本の視聴者にとっても、このエピソードは異国の文化に対する興味や関心を高める良い機会となったでしょう。異文化を理解するためには、単に情報を得るだけでなく、実際にその文化を体験し、そこに暮らす人々と交流することが必要不可欠です。
今回の番組はそんな体験を通じて文化の違いを乗り越え心のつながりを育む重要性を視聴者に伝えてくれました。またこうした国際的な交流がより重要視される現代において、このような番組は私たちに新しい視点を提供し続けています。特に日本は多文化共生社会を目指しており、今後も外国人住民との共存がますます進んでいくことが予想されます。その中で私たちが異文化を理解し受け入れる姿勢を持つことがより良い社会の構築につながるでしょう。平野と岸が体験したような異文化との出会いはただのエンターテインメントにとどまらず、私たち全員にとっての学びの場でもあります。視聴者がこの番組を通じて感じ取ったであろうことは、異文化に対する興味や好奇心、そしてそれを超えて人々とつながる楽しさです。平野と岸はその素直で飾らないキャラクターを通じて異文化との出会いを楽しむことの大切さを示しました。そして彼らの体験を通じて私たちもまた新たな視点を得ることができました。国境を越えて食卓を囲む瞬間、そこには文化の違いを超えた人間同士のつながりが広がっているのです。最終的にこのエピソードはただの料理番組ではなく、人々の心を結びつける素晴らしい機会を提供してくれました。異文化交流は決して難しいことではなく、小さな一歩から始まります。それは例えば新しい料理を作ってみること、異国の食材を手に取ってみること、そしてその背後にある文化に思いを馳せることです。私たちが普段何気なく食べている朝ごはんも世界中で見れば全く異なる形をしているかもしれませんが、そこに込められた愛情や家族との時間はどの国でも変わらないものです。平野翔と岩優太がこのエピソードで体験したように、異文化との出会いは私たち自身を豊かにしてくれるものです。彼らが感じた驚きや喜び、そして時には戸惑いも異文化理解の一環として私たちが共有すべき大切な感情です。このような機会を通じて私たちは自分たちの文化を再認識し、さらに新しい視点から世界を眺めることができるのです。平野と岸がこれからも多くの異文化体験を通じて成長していく姿を視聴者として楽しみにしています。また平野翔と岩優太が今回のエピソードで示してくれたのは、異文化交流における柔軟な心と好奇心の重要性です。彼らは常にオープンな姿勢で新しいことに挑戦し、たとえ困難に直面してもそれを楽しみ学びの機会として捉えていました。このような態度は異文化理解を深める上で非常に大切です。私たちも日常生活の中で新しい文化や習慣に出会った時、平野や岸のように柔軟な心を持って接することで、その文化が持つ豊かさをより深く味わうことができるでしょう。彼らが経験したように、異文化に触れることは単に異なる食べ物を食べるだけではありません。それは新しい価値観やライフスタイルに対する理解を深めることでもあります。今回のペルーやアルゼンチンの朝食体験はその一例に過ぎませんが、料理という身近なテーマを通じて異文化の一端に触れることができました。料理にはその国の風土や歴史、家庭の在り方が色濃く反映されており、食卓はまさに文化交流の場と言えるでしょう。また異文化交流はお互いの違いを受け入れ尊重することを学ぶ場でもあります。平野と岸が示したように、知らないことに対して興味を持ち自ら学ぼうとする姿勢は異文化理解の第一歩です。例えば今回彼らが訪れた外国人家庭では、朝食が日本とは全く異なる形で提供されていましたが、それを尊重し心から楽しむことで新たな発見を得ていました。異なる文化に触れることで私たちは自分たちの文化に対しても新しい視点を持つことができ、その価値を再認識することができます。このように異文化交流は個人の成長や社会全体の共生にもつながる重要な要素です。日本は少子高齢化や労働力不足といった社会問題に直面している中、外国人労働者や移住者の受け入れが進んでいます。そのため多文化共生は今後ますます重要なテーマとなるでしょう。平野と岸が体験したような異文化との触れ合いを通じて、私たちも共生社会に向けてどのように歩んでいくべきかを考えるきっかけになります。文化や言語の違いを超えて人々が共に生き理解し合う社会を築くためには、
まず私たち一人一人が異文化に対してオープンな心を持ち、学ぶ姿勢を忘れないことが重要です。視聴者にとって、このエピソードは単なるエンターテインメント以上の価値を持っています。それは、異文化理解や共生の大切さを身近に感じることができる貴重な体験であり、私たちの日常生活にも通じる学びが含まれています。異文化を理解し、受け入れることで、私たちはより豊かな人間関係を築くことができ、社会全体も多様性を尊重する方向へと進んでいくでしょう。また、この番組を通じて、私たちは世界がどれほど広く、多様であるかを改めて実感します。ペルーやアルゼンチンの朝ごはんは、私たちにとっては馴染みのないものかもしれませんが、それを体験することで、その国の文化や人々の暮らしに少しだけ近づくことができました。食文化はその国のアイデンティティの一部であり、それを理解することは、その国の歴史や社会に対する理解を深めることでもあります。